どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら C イベント DD コラボですね、来ております。今日はドラゴンズドグマの周回編成を紹介していこうと思います。はい。で、まあ今日紹介するのが壊滅級の片方ノルディスの周回編成になります。早速編成紹介していきましょう。リーダーベルアです。リーダーベルア遅延4つつけてあげて、こちらシェリングホード武器継承ですね。はい。で、続きましてこちら大凶消去、転生大凶消去です。バインド上限解放遅延2つに、こちらアマテラス狼武器継承ですね。はい。で、まあ続きましてこちらカンウです。スキブに上限解放潜在、そしてこちらマッハ武器継承ですね。はい。で、からのノルディスです。7強プラス上限解放先生に、サリア継承ですね。はい。で、まあ続きましてノルディスです。こちら7強に上限解放潜在に、こちらアレキサンダー武器継承って感じになっております。はい。ラストノルディスです。7強上限解放にファガン継承って感じですね。今日は実際にこちらのノルディス先生を使ってね、ドラゴンズドグマ周回していこうと思います。実際に遊んで周回していきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。サリア武器はね、スキルベ1でお願いします。はい。まずカンウからのノルディス3枚打っていきます。はい。で、大凶消去を打ってあげて、サンターンヘイストノルディス使います。これでずらしていきましょう。落ち込んだしばっち利用してあげて、これでワンパンです。倒していきます。はい。で、2階層です。2階層はノルディス使いましょう。はい。ノルディス使ってあげて、ここもずらしていきます。これでワンパンしていきましょう。はい。続きまして3階層です。3階層はカンウからのノルディス使います。はい。カウン打ってあげて、ノルディス使ってあげて、ツーパンしていワンパンしていきましょう。はい。これで15コンボ16、17、18コンボ。さあ、これでカウンからノルディスでワンパンしていきます。突破です。ちなみに DD ダンジョンはありえないぐらい敵のパラメーターが増えてて、ドロップ率も大幅に減少してるっていうね、超解約化されたんですけども、まあ、今日新イベも来るらしいんで、ワンチャンドロップ率とかもありそうかな。だからリーダー肩ベロアなんですよね、この遠征も。肩ベロアじゃないとあんまり落ちないっていう。そう。で、5階層です。5階層もノルディス使いましょう。はい。ノルディスすらします。で、これでしっかりと殴っていきます。このまましっかりワンパンしていきます。では、続きまして6階層です。6階層はベロア打ちましょう。シェリングオード武器ですね、打ちます。はい。からの大凶消去を打ってあげて、で、ノルディス打ちます。はい。で、これでずらしていきましょう。大凶消去からノルディスずらしでワンパンしていきます。はい。これで突破していきましょう。ワンパンです。ラストボス階層です。ボス階層はノルディスずらしていきます。はい。まずはノルディスずらして半分まで削りです。回復する必要はないです。はい。もうこれノルディスずらしてあげて、ずらしで半分まで削ってからノルディス打って倒していきます。はい。っていう感じのね、編成でした。こんな感じでやってあげるとマジで楽々周回できる上に、肩ベロアで周回できるっていうめちゃくちゃ優秀な編成になっております。はい。もう本当に完全にずらすだけで立ち回りも固定で、あ、まあ、光、3階層だけ分岐ありますけども、ほぼ立ち回り固定でこんな感じで周回できます。で、片方ベロアでも角ドロじゃなくて、だいたい4体ぐらいドロップになるかなと思うよ。4から6ぐらいかな、だっけ、4から5ぐらい、まあ、落ちるかなと思います。はい。で、タイムが1周こんな感じ、2分53秒で周回できます。肩ベロアにも関わらず2分台で周回できるんで、めちゃくちゃ効率よくてすごい優秀な編成になっているかなと思いますので、もうこれ組めるんだったらこれで周回できると思いますので、こちら使ってやってみてくださいっていう感じがね、ノルディスを使った、肩ベロアの周回編成となっております。さあ、続きまして芝ダラ編成も紹介していきます。リーダー神結びです。神結び枝豆レダチェン耐性遅延2つに、こちら歩く境界継承ですね。インデックス武器継承です。からのこちら芝ダラです。蝶つなげ視聴限界放置縁2つに飛空艇継承です。はい。で、残り芝ダラ2に蝶つなげ視聴限界放置縁2つに、こちらアレグロスです。蝶つなげ視聴縁3つに、こ
こちら、杯武器継承ですね。ラストフレンドジョナさんです。枝豆上限解放遅延2つ継承で、枝豆上限遅延2つにアシストなしって感じになってますっていう感じの編成ですね。はい、こちらも実際に使って、ね、やっていこうと思います。めっちゃ簡単に周回できます。使っていきましょう。初手は盤面6食らうんですけど、ジョナサン打ちます。はい、ジョナサン打ってワンパンしていきます。これで倒していきましょう。でまあ続きまして2階層です。2階層は芝だら使います。はい、1階層ジョナサンからの2階層芝だらずらしです。これでワンパンしていきましょう。13コンボで倒していきます。さあ続きまして3階層です。3階層リーダーインデックスからの芝だら打ちます。はい、消せないくるのでインデックスからの芝だら打ってあげて、これでずらしていきます。はい、まあ、4階層は芝だら打ちます。はい、全部6階じゃ花火でワンパンしていきます。で続きまして5階層です。リーダー神結びからの芝だら打ちましょう。でこれで盤面ロック対処してワンパンしていきます。はい、で6階層はアレグロス継承の杯武器使ってあげて、これでずらしてワンパンです。はい、倒していきます。でラスト6階層です。6階層まず芝だら使いましょう。芝だら使って殴っていきます。はい、まずは芝だらでワンパンでからのフレンドのジョナサン打ちます。はい、まあ、っていう感じの編成ですね。まあ、こんな感じで芝だら使ってるだけで簡単に周回もできますので、ぜひ芝だらもね使ってみてください。あ、ごめん、という感じの編成でした。まあ、ということで今回はですね、芝だらとかあとはノルディスを使った周回編成を紹介する動画でした。ぜひ参考になった人はチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。